お疲れ様です。最新のウイスキーニュースです。最初はね、キリンのリクブレンデッドウイスキーですね。そちらがね、リニューアルするということでまたっていう感じなんですが、今回はね微妙なパッケージの、リニューアルということで、キリンリクはですね2020年の、5月に、富士山麓のねホワイトラベルの後継ウイスキーとして発売したんですが、その後にね2020年4月去年ですよね、大幅にパッケージリニューアルしました。で味もねかなり変わったということで、結構ね、その変化良かったっていう方もいれば前の方が良かったっていう方も結構いるんですけども、今回はね味の変化はないそうです。ちょっとだけね変化します。こんな感じ、リクっていう文字がね真ん中に行きましたね。そして、ランドディスカバーっていう文字がなくなって、下にはねノンチルフィルタードっていうね、製法のこだわりが、表記されるようになりました。でまあね、個人的にはこの微妙な差あんまりこう気づいてもらえないんじゃないかなと正直思うんですよね。まあ富士山麓のホワイトラベルの頃からこの微妙なね、ラベルチェンジって結構キリンさんって、やってらっしゃるんですが、それあんまり意味あるのかなみたいな、ところは正直あります。まあコストがかかんないなら微妙なこのね、ラベルの変化とかデザインの変化っていうのは全然いいのかもしれないんですが、もしコストかけてやってるんだったら、もうちょっとね極端な変化の方が、セールス的には効果があるんじゃないかなと個人的には思うんですけどね。皆さんどうでしょうか。はい、まああくまで個人的な意見です。はい、でまあキリンのリクはね意外と個人的には好きで、まあ富士山麓の、アルコール度数 50% のやつですね、ホワイトラベルの頃から結構好きだったんですけど、まあちょっとねバーボンとかが苦手な方はこのリクとか富士山麓苦手だっていう方結構多いんですけど、バーボンとか普通にね、普段から飲まれてる方からしたらね結構コストパフォーマンスが良くて、しかも度数も結構高いのでね、ハイボールとかこう作ったりとか、ロックで飲んだりとか、しても飲み応えがあるって言って好きな方結構多いんですよ。ただ今回は、まあ、コストパフォーマンスいいって言ったってねリクはね 500ml なんですよね。これがちょっとね、まあ、コストパフォーマンスいいとは言い切れないのかなとは個人的には思いますが、前富士山麓の時は 700ml でしたからね。まあ今富士山麓っていうのは、シグニチャーブレンドっていうブラックラベルのちょっとかっこいいやつね、あれが、発売してるんですけど、まあ、名前だけは残ってるっていう感じですよね。でリクはね売り上げの方は結構好調っぽくて、ブランド認知率は21年、約1割程度、22年ではリニューアルを経て約3割程度まで向上というふうに、まあ、キリンの調査なんですが、書いてありました。こちらはまあ富士御殿場蒸留所というところでね作られていて、まあ海外原酒も含んでいるとは思うんですけども、今その富士御殿場蒸留所が結構ね大改修されて設備増強されているのでね、これから新商品がいろいろ出てくるんではないかなと個人的には思います。まあまあかなり先の話だとは思うんですけどね。モルトウイスキーにも結構力を入れていくということなので、個人的にはそちらの方もとても楽しみにしているんですが、まだ飲んだことないっていう方はぜひね、一つ前というか今現在のね、ラベルチェンジする前のやつをとりあえず一本ね買ってみてはいかがかなと思います。なくなっちゃいますからねこのラベルね。まあ味は変化しないと言ってても味が変わる場合とかも結構ありますので、今現在ね順次、ラベルが切り替わってるところらしいのでチェックしてみてはいかがかなと思います。はい、続いてはですねこちら、サブローマル2、70周年記念のスパニッシュオークのシングルモルトですね。こちらねサンプルを送っていただいたんですが、ちょっとね飲んでみたいと思います。まあ気になるウイスキーだったのでねとてもありがたいです。こちらねサブローマル蒸留所が70周年ということじゃなくて、ウイスキーを作り始めて70周年ということで、まあ、前回、前々回かサブチャンネルで紹介していますので、気になる方はねそちらで細かい話を見ていただきたいんですが、こちらね
スパニッシュオークのシンダルで作られてるんですよね。それがねちょっと興味があって、スパニッシュオークっていうとやっぱりシーズニングのシェリーダル、それをイメージする方結構多いと思うんですけど、シンダルってなかなかないんですよね。そしてシンダルのみですからね、うん、シンダルとこうアメリカンホワイトオークのバーボンダルを、原酒をブレンドしましたとかならねわかるんですけど、なかなかねないですよ。よし、はい。で、こちらねヘビリピーテッド 50ppm です。しかも、サブローマルのねオリジナル蒸留機ゼモンを使ったものになっています。すごい色してますよね、はい、こんな真っ赤なねルビー色すんごいです。赤みがかってます。かなりよくね、もともとスパニッシュオークはシェリーが入ってたから赤みがかるって思ってる方は結構いらっしゃるんですけど、全然そんなことないですね。シンダルでもこんなに色が出るということで、はい、飲んでいきましょう。あ、全然ねえぐみがないというか、かなりねフルーティーな、ベリー系のね香りがしっかりありますね、うん、全然これシェリーダルって言ってもいいぐらい本当にねシンダルなんですね、これがね。でその中にこうスモーキーさが隠れてる感じなので、一番最初にね煙たい感じとか強烈なピート臭っていうのが鼻にガツンとくるわけではないですね。一番最初に来たのはもう、もうかなりね厚みのあるフルーティーな香り、うん、いい香りしてます。とてもいただきます。これはいいですね。色的にもまあ、シンダルっていうあれですから、もっとねタンニンの感じとか渋みとかかなり出るのかなと思ったら全然そんなことなくてね、いややっぱりねスモーキーさが効いてるのがいいのかもしれないですね。フルーティーでスパイシー、そしてしっかり厚みのあるボディで、そこにこうスモーキーさが溶け込んでるっていう、そういうイメージですね。なんかこうスモーキーさと、このフルーティーさが分離してないというか綺麗にまとまってます。そして飲み応えがしっかりあるという、これはねいいですね。とても少しこう時間が経つとちょっとこういちごジャムのようなねそういうフルーティーさも出てきますし、決して全体的にねめちゃくちゃ甘いとかそんな感じではないんですけど、なんかスパイシーさも極端じゃないですしね、すごい重厚で飲み応えのある味わいだなと思いました。アルコール度数はねなんと 60% もあります、うん、だから余計だと思うんですけど、このままで十分ね、美味しくいただけるタイプかなと思いますね。これはぜひねちょっと飲んでいただきたいなと思います。まあサブローマルに関しては結構ね、飲食店クラフトジャパニーズウイスキーを置いてるようなとこだとね入ってるとこも多いんじゃないかなと思いますが、まあ今回のやつは限定だからちょっとどうなんでしょう、まあ、毎回限定なんですけどさらに限定っぽいんでねどうかわからないんですが、最近はこうウイスキーフェスティバルとかもありますので、そういうところでもね結構参加すると飲む機会があるんじゃないかなと思います。熟成年数はね多分3年だと思うんですよね。それでこんなしっかりとした2019年蒸留の2023年ボトリングですからね、うん、っていうかシンナルでもこんなにしっかりしたものができるんだなって思いました。シェリーダル泣かせな部分が正直あるかなと、うん、ちょっと正直思いますね。ちょっとやっぱり飲み進めていくと樽のウッディーさっていうのは結構出てきますけど、やっぱり全体的にフルーティー、そして、スモーキー&スパイシーっていう感じが個人的な意見でした。ちょっとね冷やして飲んでみたいと思います。いやほんとね光に照らされるとめちゃくちゃ赤いんですよね、うん、すごい。
いただきます。あ、冷えてもねかなりこのフルーティーさが際立って香ってきます。うん、まあ普段スモーキーなねウイスキー飲まれてる方からしたらフルーティーさが多分先に来るとは思うんですけど、スモーキーウイスキー苦手だっていう方はねスモーキーさが前面に来るんじゃないかなと思います。うん、冷えるとね結構甘みが出てくるかなと思います。余韻は結構スパイシーですね。冷えてねこう少し加水されていくと余計味わいに、広がりが出てくるんじゃないかなと思いました。まあ 60% 59% なんでね、うん、やっぱり少し加水して飲むのが一番いいかなとは個人的には思います。スパイシーですね。やっぱり冷えてくるとね甘みも、少しこう出てきますけどスパイシーさもこう際立っていくので、まあ、ちょい冷えぐらいが個人的には好みかなと思います。スパイシー感をこうね、存分に味わいたい方はキンキンに冷やすと結構このウッディでねそして、スパイシーな味わいがこの余韻に残るかなと思います。でスパニッシュオークといったらやっぱシーズニングのシェリーダルで、ウイスキーでは有名なんですが、まあね名前がややこしいんですよね。スパニッシュオークって言ったらスペインに生えてるオークですから、まあ、そのまんまですよね。基本的には、学名っていうのがねちゃんとついてないというか、いろいろあるって言ったら、まあ、ちょっと語弊があるのかもしれないですが調べてもねやっぱりいろいろ出てきます。これもスパニッシュオークと呼ぶことがあるみたいな、これも呼ぶことがあるみたいなね。だからね相当曖昧になってる部分があったり、フレンチオークも結構そうなんですが、まあ、ヨーロピアンオークの場合はこれっていうのが結構あったりして学名もちゃんとついてたりとかね、まあ、オークっていうと日本では奈良の木ですよね。葉っぱが小さいんでコナラって呼ばれてるんですけど、学名で言うとねクオケスっていうんですって。クオケス、ヨーロピアンオークは学名がクオケスローバーっていうんですって。でアメリカンホワイトオークはクオケスアルバ、ちゃんと名前がついてますね。アメリカンホワイトオークの場合はですね、木の銅管、水分が通るところですね、そこにね、チロースっていう物質がすごい詰まっててね水分をだから通しにくいんですって。その反面スパニッシュオークの場合は、多孔質で、タンニンを多く含んでるっていうのが一般的な説明です、うん、だからねこんなに、真っ赤な色がつきやすいんですね。これアメリカンホワイトオークだとこんなに多分色はつかないんだと思います。シンダルでもね、スペインにですねトレデリア・デル・スールっていう有名な樽工場があるんですが、そちらの方曰くですねスパニッシュオークはアメリカンホワイトオークとは基本的に全く味わいが異なると。アメリカンホワイトオークはまあとても甘さが強く出る、そしてフレンチオークは少しだけ甘い、スパニッシュオークはその中間でミディアムな甘さというふうに表現されています。ここで使われているスパニッシュオークはですねスペイン北部の、カンタブリアという場所だったりとかアストゥリアスという場所が、原産になって樹齢ね80年から100年の木材が使われているということみたいですね。ここねかなり多くの国に、樽を卸してて、まあ、ウイスキー用として卸してるだけでも世界32カ国ということでね、最近はウイスキーファンの隠れた聖地になるんじゃないかとも言われています。スパニッシュオークもそうなんですけどフレンチオークとかも結構ざっくりした部分があって、まあ、フランスで、生えているオークということで、まあ、フレンチオークの場合はね、コニャックとかの熟成に古くから使われているのでかなりしっかりとした分け方がされている部分もあるんですけど、それでもね取れる地域によって、名前がさらに細分化してたりするんですよね。よくリムーザンオークとか言うじゃないですか。あれはまあ、 あのコニャックのね熟成に使われる有名な木材なんですが、それもねフレンチオークですし、あとトロンセっていう地域で取られるオークもフレンチオーク、さらにはねヌボールとかボージュとかアリエっていう地域の名前がついたオークあるんですけど、全部ねこの木はこういう味わいが特徴、この木はこういう味わいが特徴、そういう風に細分化して分けられています。まあもちろん個体差とかあると思いますし、オークって結構交配しやすくていろんなタイプがあるので、まあ、これとこれのハイブリッドみたいな木もたくさんあるので多分分けるのがめちゃくちゃ難しいんだと思うんですが、いずれね木の動画なんてできたらなと頑張って勉強してまとめたいなと思います、はい、
まあ、いずれにしよう今回はね結構貴重な体験ができました。スパニッシュオークのシンダルの3年熟成のしかもスモーキーなヘビリピーテッドなウイスキーが飲めるなんてなかなかできませんので、皆さんもどこかで出会ったらぜひね、そのことを頭に入れて自分の中の味のプロファイルリストの中にねデータとして入れといてください。はい、本日最後はですねグレンファークラスの、日本限定ウイスキーが発売します。こちらね3月6日発売ということでもうちょっとですね、日本市場限定、名前はグレンファークラスディケイズということで、あの仮面ライダーディケイドと同じ意味です。はい、ディケイド、ディケイズというね同じ意味です。まあ、これどういう意味かというとね、10年期という意味で4つの年代、80年代、90年代、2000年代、0年代ですよね、2010年代から厳選しエレガントで深みのあるテイストを追求した日本限定商品ということで、まあ、10年刻みで、原酒を使っているというイメージです。はい、もちろんね使われてるんですけど80年代90年代2000年代10年代ってもうかなりざっくりとしてますよね。10年間ありますからね、まあ、10年刻みで、その年代の原酒を使ってますよということで、割とねこういう、グレンファークラスって人気のあるもの美味しいもの多いんですよね。なので今回僕も予約してみました。値段の方はね希望小売価格1万5000円で税込み1万6500円というふうになってて、アルコール度数は 43%、 初回生産本数は3600本ということで、いや買えなさそうだなと思ってる方いるじゃないですか。そしてですね値段ちょっと高いなと思ってる方、なんかね1万3000円ぐらいで、予約受付してるところがまだ、この撮影をしている時にはあります。この撮影はですね、本日撮っております。本日の午前中に撮っているので、はい、もしかしたらまだ残ってるかもしれません。一応、動画概要欄の方に、リンクを貼っときます。2箇所ありましたね。そしてですね日本の、グレンファークラスの正規代理店ミリオン商事さんの、オフィシャルショップ、こちらからでもですね3月6日、10時午前中ですね10時から発売するということで、そちらはねちょっと値段が高いです。16,500円、希望小売価格で販売されます。予約受付をもうしているところはね1万3000円台で購入できるところがあるので1万3200円とかね、なのでこれなら、購入してもいいかなという方はぜひね購入してみてください。ラベルはね特徴的なこのタータンチェックね、が使われて柄のね、デザインで、箱もねちょっと可愛いんですよね、おしゃれ。グレンファークラスの限定品で以前ねサブチャンネルで告知したって言ったらグレンファークラスの185ね、あれはね個人的には結構おすすめなので、あれにね年数表記がついてないっていうところだけでね買わなかった方はちょっともったいなかったんじゃないかなと個人的に思います。やっぱり年数表記がついてないっていうノーエイジものってね、なんかそれだけでちょっとなって思う方結構いらっしゃいますからね。今回も、ノーエイジになっています。グレンファークラスはですね、シェリダルオンリーということで 100% もちろん、中身はシェリダル原酒が使われていて、ファーストフィルからフォースフィルまで4回もねここは樽を使いますので結構濃淡があって、それをねブレンドして味を調節しているということです。まあフォースフィルまでなったらもうシェリーダルと呼んでいいのかどうかという、感じもありますけど、ファーストフィル、セカンドフィルはドライフルーツとか、を、想起させるような濃厚な甘い味わい、そしてサードフィル、フォースフィルは黄色い果実やバニラ、そして蜂蜜のような風味という、そういう特徴で表現されています。ぜひねこれを機に、気になる方はチェックしてみてください。まあ今、まあ、なかなかこうグレンファークラスはどん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 高値の花になっていってますからね、この1万3200円で売られているところめちゃくちゃ安いんじゃないかなと個人的には思うんですが、グレンファークラスね185もですね、発売の時は1万5000円ぐらいで売られてるところは結構あったので、今はもう2万円超えてますけどね、かなりね破格だったんじゃないかなと思います。もうちょっと買っとけばよかったなって個人的には思いますが、今回も、そうなってほしいなという願望はありますね。もちろん、中身飲んでみないとわからないのでね、届いたらまたちょっと動画にしようかなと
思います。まあ何にしてもグレンファークラスめちゃくちゃ人気ある銘柄なのに、まだまだ予約できる、サイトがあるっていうところがねちょっと驚いたので、今回は取り上げました。まあ、結構ありますね。3つ目見つけました。今パッとね見てみただけで、ぜひこの動画概要欄チェックしてみてください。それではまた。